カーナンバー27番のヨギボー NSX も、ピットからの無事のスタートになりました。ヨギボー NSX もスタートをいたしまして、コース上は40台がこれでレースをスタートしたということになります。さあ現在トップは V 字コーナーを立ち上がってヘアピンへ向かっていく上り勾配、カーナンバー3番のイクラポジションその英雄トモスの GR スープラから不気味に近寄っているのはカーナンバー23番だ、モチュールオーテック Z のですね、ロニー・クインタルリが、さあ坪井翔の真後ろにつけましたよ。ロニー・クインタルリが順位を上げている。2番手の松下なんですが、一瞬スタート直後は横並びにできたようにも見えたんですが、タイヤ選択の違いなんでしょうか、タイヤ特定の違いか、だんだん3号車とですね、この2周目に入ったところでも、どんどんギャップが開いていく、そんな状況になっています。さあそして GT300 も戻ってきました。カーナンバー2番のムータレーシングが